写真拡大。巨人阪神16日東京ドーム。阪神の先発オネルキガルシア投手が5回13を投げ4安打1失点。8月25日以来の1軍マウンドで6四球と苦しみながらもなんとか試合を作り、勝利投手の権利を手にしてベンチに戻った。勝てば6月2日以来の3勝目となる。粘りの投球だった。初回西から3番丸西球、続く岡本の中前打で1、2塁のピンチを迎えたが、ゲレーロを空振り三振に切って立ち上がりを無失点で切り抜けた。3回は先頭の9番桜井を四球で出塁させ、続く石川に右前打でつながれたが、2番坂本勇を打ち1、1、3塁から迎えた3番丸を150キロ直球で夕頃併殺に仕留め、ピンチを脱した。4回に小林の敵地打で同点とされたが、最少失点で踏みとどまり連投を続けた。直球にはスピードと球威があり、スライダーとチェンジアップを織り交ぜて要所を締めたガルシア。6回先頭の岡本に四球、石から山本に四球を与えて1、2塁としたところで矢野監督が交代を告げマウンドを降りた。ガルシアは降板後、先頭へのフォアボールが多く大事なところで投げミスも出たけど、野手のみんなが守ってくれてなんとか粘ることができたね。あとはチームが勝つようにしっかりと応援するよとコメントした。ピンチの場面で後を受けた2番手島本は代打陽の内野安打で一死満塁のピンチを背負い、8番小林を空振り三振。二死満塁から代打大城を2ゴロに仕留めて1点のリードを守り抜き、7回は岩崎が無失点に相手打線を封じた。